構あれだよね。もうみんなもなんとなく気づいてるかもしんないけど、ずっとさ、うん、拒否してきたさ、ものがさ、何？歌枠？歌枠じゃねえよ。歌コラボ。歌コラボじゃねえよ。ちょっと目を、どうか。目を面白いよ。ん？ん？あるよね、ここさ、なんかみんなとね、一緒にさ、遊べるさ、魔法の機械だよ。魔法？魔法魔法。大会とかでもさ、あれ会長は、いやー、持ってないっすわって。そう、持ってねえっすわ。持たねえっすわ。買わねえっすわ。そう、それは遡り1年以上前のあのデビュー前の時も、みんなでマリカやろうよー。え、ココちゃん持ってないの？買おうよーって。あ、私は、買いません。え、なんでなんで？え、高いから？いや、リア充が遊ぶようなみんなで遊ぶスイッチは、持たないんです。え、なんでよ、買おうよ、ココちゃん。ココちゃん買おうよ。え、あれだったら刺激から取ってからでもじゃあいいや。そういう問題じゃねえんだけどなさっきから止めなかったんだけど、モノマネが気持ち悪い。なんで似てんだろ似てねえよ似てねえよ似てる似てる。まあまあ、そんな感じでね。ずっと拒絶をしてきました。でもね。そうな。まあ、拒絶からさ、1年以上経って、100万人も行ってさ。え？もう僕からのプレゼントさ、ココは拒否できないっしょ？おぉ？え？まさかお前やっちまったか。ということで、もしや、まずは、もしや、なんかゴソゴソしてる。なんかゴソゴソしてる。ココはね、言うても、なんか隠してあると思ってたんだよ。ね、なんか隠してあると思ってたんだよ。スイッチさんのね、はい。ことを知らないんだろ、お前は。知らん。変えって言われても、うん、ココはね、上手に変えねえから。うん。もうこのね、スイッチ先輩の僕が、変えって言われても、どっからどこまでがスイッチかわからない。そう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 、何が必要なのかわかってねえだろうから、いろんなパーツがありすぎて、どっからどこまでがスイッチなのかわからん。うん、それはある。ででーん、まあ、いちご邪魔。まずこれは、なあそれ、はスイッチ用の液晶保護フィルム。なんこれ、まずこれは一つ目のプレゼントだ。スイッチ。まあね、スイッチだって傷つくから、それ必要なの、保護フィルム。目に優しいブルーライト提言。はい、じゃじゃーん。やばい。あ、知ってるかおめえ。え、このね、マイクロ SD カード。まあ、このマイクロってか、この SD カードだ。うん、こいつがねえとスイッチに、ダウンロードでソフトは入れられません。うん、え、そうなの？そうです。もともと入ってんのはめちゃめちゃね、容量がね、少ねえからね、でけえ SD カードを入れないと。で、ココはソフトをさ、もうつけたり変えたりなんてするタイプじゃない。ダウンロードのタイプだろ。どこ行った？ででーん、これは、これは、ないない、じゃじゃーん、わー、コントローラー、ワイヤレスコントローラー、プロコンです。プロコン？プロコン！プロコンって何？これはな、まあ、スイッチ、ここに僕のがあるけどさ、うん、スイッチってさ、この画面の横についてるこれもね、コントローラーなわけよ。うん。でね、初期装備ではこれしかないわけ。でも、やはりね、スイッチで遊ぶとなったらこれが必要なのよ。なるほど。このプロコンがね、絶対必要。すぐ壊れちゃうから、この横のやつは。壊れんの？お前が壊してるだけだ。ちげえよ。ジョイコンってね、いう名前なんですけど、ジョイコン。ああ、ジョイコンはね、すぐ壊れんの。なるほど。だから、こちら。しかも、スプラトゥーンの柄のやつだよ。しかも、なんか、色が可愛い、なんか。そうだよ。イカがついてるイカ。可愛いやつをね、買ってると、そいつはワイヤレスにも対応している。やるやん。そうだ。もう、ややこしい付箋なんていらねえんだ。うおぉ任せな。もらっちゃった。そしてそうと来ましたら次はででん、ちょっと、画像がね。画像、ででんなんだこれ、これはじゃーん、うわ、集まれ動物の森丸ごと収納
ボブ森の、この、ドブ森あつ森って言えよ、ドブじゃねえんだよ、あつ森そうだよ、かわいいでしょ、全部入れられるんだよ。これに入れて持ち歩けんの。そうだよ、どこででもスイッチができますよ、と。すげえ、あ、ナイス。うん、いいよ、いいよ。あ、もうその辺置いて置いて。置いて置いて置いて。置いて置いて。で、まあ、ソフトは、いろいろあげようと思ったんだけど、オンライン、そのね、コードとかでやるのがいいと思うから、うん、まあ、ここにはちょっとないですが、うん、あのね、スイッチで遊ぶにはね、うん、スイッチのね、なんかアカウントみたいなさ、会員にならなきゃいけないわけよ。あ、そう？年間のね、あるじゃん、PS の方でも。いや、PS4 はなんなくても遊べるけど。え、なんだっけ、フレンド同士で遊ぶみたいな、ネットで遊ぶみたいな、オンラインで遊ぶみたいなやつがさ、うん、そういうのが必要なわけよ。任天堂のさ。で、それもね、僕はね、12ヶ月分、あ、任天堂オンライン、それそれ。はいはいはい、はい。買っといたから、後でコード渡すわ。お、やるやん。よろしく。そう。そして、まだあるよ。まだあんの？まだね。まあ、ここまで来たらソフトは、だからじゃ、まあ自分でね、買ってねって思ったけど、これだけは、僕が用意してあげないと、こいつは買えねえなと、思いましたー！出たー！リングフィット！出たー！まさかの！こいつはなかなか手に入らないぜ！わぁ、レア！これめちゃレアよ！抽選とかに当たんねえとね、手に入んないんだから。いや、ほら。これはね、どこで手に入れたかというと、うん、実は僕、これを手に入れるために、半年以上前、どこかの抽選、ヨドバシだったかな、どっかの抽選に、だいぶ前に応募して、ココのために実はもうすでに買っておきました。はぁ、そう、あれはね、大変だった。なんかのレッスンの帰りに僕はわざわざ行ったことのね、ゲオかどっか忘れたけど、どっかに取りに帰って、そして、袋がなかったから、この、リングフィットアドベンチャー結構でかい。これを僕は抱えてお家まで帰ります。ちょっと、恥ずかしかったけど。まあ、そんな感じでね、これはもう用意済みだったから。こんなでかいのか、これ。でかいっしょ？でかい！思ったよりでかい。これでな、運動不足を解消しろ？はい。はい。これはね、このジョイコンをここにくっつけるタイプだから。まあ、いくらでも教えて差し上げるわよ。となると、まあもうプレゼントはもう終盤だね。わ！もうこれ以上ってもうないよね。うん、まあ、どうしようかな。よってけどさ、もうこんなになってここに100万人記念出てこんないっぱいあげてももう、みんなね、ちょっと気になっているよね。あれ？で、これは何で動かすのって。確かに。まあね、みんな、ありますよと。ででーん！これもね、抽選で全然当たんなくて、僕はもう去年ずーっと応募し続けて、やっと桃井で手に入れましたー！いいに決まってるだろ！いやー、これで遊ぶんだよ。重い、こんなに重いんか。今日はこれで遊ぶんだよ。今日、これから、今日からそう、もう激レア、そう、激レアだからね、みんな。あ、そうなの。めっちゃレアよ。もう、これはね、もうなかなか今手に入りませんよ。うわぁ、ココ会長、スイッチ解禁してください。はい。返事もうちょっと。あれ、ほら、もうちょっと。はい、はい、イエーイ。そしてでは僕はちょっとお手紙をね、まあ、読んで今日は終わりにしたいと思います。よし、それでは、ででん。ちょ、いちご邪魔だな。いちご邪魔だな。はい、では、読んでいこうと思います。よし。お、
はい。印刷できなかったやつか。印刷できなかったやつだよ。それで読めよ、心を込めて。ちょっと、BGM とか変えるか。うん。ちょっと BGM をね、ちょっと、しっとりめに変えまして。はぁー。うん。ココへ、なかなかない機会なので、ココと僕の話や、言わなかった昔のこととかを、話そうと思います。言わなかったこと？過去自分語りあり。あ、自分語りね。オッケー。ココは、デビューしてからすぐにその才能が広がって、一瞬で僕たち同期を追い越していきました。それはもうバビューンと行きました。バビューン？すごい新人だというね、空気が、フォローの中にも、そしてリスナーさんたちの中にもあったよね。朝ココ、キレッキレの竜が如く、アークでのリーダーシップ、先輩たちからも引っ張りだこで、文字通り、ここは僕たち同期とは一人違うステージにいたと僕は思っていました。そんなことないよ。いやでもね、僕はね、すげえなと、もう一瞬で背中を見ているそんな感覚でございました。そしてその一方その頃の僕、うん、僕はというと、まあ、その頃ね、一、うん、年以上前かな、多分ここのちょっとおまけ以下みたいな感じの存在で、ここに絡むなというね、マシュマロ、懐かしいねマシュマロ。マシュマロとかはね、まあ、山のように。ココに絡むな。いや、私なんてもう誰のとも絡むなっていうマシュマロなんてね、もう今でも一日中受け付けてるよ。受け付けんな、もう。まあ、みんな、まあ、みんな受け付けてるよ。まあね、こういうような、まあ、そういう配信をしたりとかもしたし、まあ、これはみんなちょっと軽めに聞いてほしいけど、うん、まあそういうね、ここに絡むなっていう意見がね、実はまあ、一年前は結構あったわけですよ、僕は。で実際に、これ僕、自分も、すごく実力の差をね、感じました。感じていて、僕って、みたいな、存在意義みたいなのをね、考えたりもしました。まあ、それでも、バビューンと伸びていったここの、まあ、登録者とかね、伸びていたここの数字とか、あとは、ここはすごい、ここちゃんはすごい、という周りに左右されて、これちょっと言葉が抜けてますけど、ここに気に入られようと無理やりしたり、ここを特別扱いは、しないとね、実は僕は、決心しておりました。ほう。なんでかというと、初めて聞いた話よな。そう、これ初めて言ったけど、うん、まあ、僕は自分がどんなにね、実力がなくても、僕たちは同期で、仲間だから、うんうん、僕は、ここがね、どんなにバビューンと言っても、ずっと対等で、いたかったのですと。うん。と思っておりました。そしてまだ、実は、まだあるよ。まだ。まだ、もっかな、こうしてと。こうしてと。はい、まだあります。あ、そもそもココは人間ができていたので、一人突出して伸びていても、僕を見下すこととかね、もちろんだけどなかったから、すごく話しやすかったし、ココと初めて直接会った時から話していくうちに、だん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 、こいつ話しやすいし、思考やこだわりがめっちゃ似てるぞってね。似てたね。なったよね。随分前に、すっごい前だけど、これは世間がこういうご時世になるずっと前に、うんうんうん、ファミレスにね、行った帰り道で、うん、僕たちはもう前世で家族とか、なんか夫婦とかで、どっちか死ぬ時にもう、見とってるレベルだわな、って僕が言った時に、それどころか一緒に死んでんな、というようなね、話をしましたけど、もう今でもほんまそれと、思っています。不思議なほど気が合うね。うん、そう、すっごい気が合うんで、マジで。一緒に暮らしてるぐらいだしね。うん。まあ、ね、全然ね、暮らしてる感ないけどね。うん、まあ、まあ、確かにたまにしか会わなかったりするけどさ、一緒にいるのに。そうそうそう。程よい仕方具合がちょうどいい。それですね。うんうんうん。まあ、今は、僕に対して、ここと絡むな、まあ、一年前の感じでね、お前とは実力が違いすぎるから、ここと絡むんじゃねえよと。そう。ここに、おんぶに、抱っこと言われたこともね、そういえばあった。あんなこと懐かしいですけど。でも、そういう人もね、すごく、減って、僕が見る限りすごく減って、タツノコのみんなにもね、カナタン会長のことよろしくね、と、頼まれることもあって、僕はすごく、嬉しいなって、思っています。そして、それは、まあ、ここが、なんだろうな、そうやって分け隔てなく話してくれるのもみんなが、見て受け入れてくれたのもそうだけど、まあ、どんなにココと絡むなって言われたって、実際に実力の差があっても、ここがすごい人でも、諦めないで、僕はココの対等腕組み同期面をしてきたからかなとね、ドヤ顔を今しております。対等腕組み同期面をしてきたからな初めて聞いた、なんだろう。
と、そして、もうそろそろ終わるよ。もうそろそろこの感動的受け紙も終わりを迎え、ここは楽しいことや嬉しいことがあると、それを人に分けてあげる。優しいドラゴンながら、それがタツノコにも伝わってみんなに愛されているんだと思っています。これからは僕たちも楽しいこと、ここに分けていくよ。ホロメンも僕も、そしてリスナーさんも、いっぱい楽しいこと、嬉しいことを、ここにいっぱいいっぱい分けていきたいと思ってる。このスイッチでみんなで遊ぼう。マリカなら負けないぜ。斎藤道木面、かなたんより。斎藤道木面、かなたん、ありがとう。100万人もね、もう一瞬で行ったような気もするけど、その前に毎日朝ここをやったりとか、もうそれだけじゃない、いろんな努力をね、ずっとここがしてきたから、なんか才能があるからだけじゃなくて、いっぱい努力したからだってね、今も思ってるからさ。の、お、泣きそうになってんじゃねえよ。いいんだぞ、泣いても。いや、泣きそうにはなってないんだけど。嘘つけ。